もう、こういうふうにしたら、対策取るって言ってキラーに何か言われて変えるじゃなくて、取ったらいいじゃん、別に。変えねえんだから、まず。自分たちのやったこと間違ってると思わせればいいんじゃない。ずっとオープンばっかりなんだろう。ゴーストフェイズ。だから言ってんだろうよ。ゴーストフェイズだっつって。なんで逃げねえんだろうか、遠くに。マジで疲れる。でも壊してるやつ。いや、もう俺、呆れてきてんだけどさ。あんなが回す奴らの気持ちって何？最上段絶対必要なのって、サイドだろ。あんなが回す奴らの気持ちって何？あんなが回す奴らの気持ちって。そこを回したら強いってか。この通りやられたら弱えだろよ。気持ちがマジで分かんねえもサイド盤で見やすいところで、ゴーストフェイサー出て見やすいところで、回して、自己満してる奴らとゲームにならねえだろ。俺が正論だろ、間違いなく。サイドで安全なとこ回すんだべきだろ、まず、やるんだったら。早く行けよ、まず。テンパークあるもん。
今すればいいだけなの。デッドバのエース誰だよ。デッドバのエース誰だよ。俺がいなきゃチーム勝てねえ。チームの精神的支柱、デッドバのエース、これがヒロちゃん。スーパーエース、本当のエースは勝利のために非常にならねばならない。意外なんです。まあリーチだったのね。だとしても助けに行かない、脱出優先、それがエース。救助に行くやつは三流、うん、超一流にならなきゃいけない。異常であっても一生確定させる、それが正しい。逆転負けを防ぐ、それが大切なこと。デッドバイで、その救助行くのは三流。それは勝負に非常になってない。勝負なんだよ、真剣勝負なんだよ。ナメプである、それは。嫌いの真剣な思いで駆け抜ける、それが正しい。デッドバイ、ドバイのエースヒロちゃんがチーム救い続けた。何度も何度もマッチアップ、一番初めは最悪のあのワンパンを防いだはずが、あれどこだったの。ワンパンを防いだよね。甘えられたっけ、どこだったの。あれ強いのあれ解除したよね。それが分かんないんだけど、こういう風なゲームっていうのをゲームをしたいわけだよ。